どうもどうも、犬です。マリオメーカー2の実況、今日もやっていきます。今日やるコースはこちらのコース、壁キック上級者用クリア率 0.11%。ピンクコインを全部取らなくてもクリアできるよと。ピンクコインが回収すれば何かがある。けど、まあ取らなくても一応クリアはできる壁キックのコースということでしょうか。日本のレント君のコースです。やっていきましょうか。まあちょっとサムネイルに不穏な雰囲気がありましたが、おお、早速針がいっぱい多いと、はい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 、なるほど、これ、あーっとっとっと、ちょっとせっかくなんで、ね、ピンクコインも全部、うえーい、せっかくなのでピンクコインも全部回収してちょっとクリアを目指していこうかと思います。あ、いた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 、デュ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 、よし、オッケー、オッケーオッケー。さて、まずは第一の扉を入って死にます。ほいからのからの矢印をよく見て、オッケー。さあ、あのピンクコインもなんか微妙な位置に置いてあるな。あー、取りたい。このピンクコインを取りたい。取った、はい、うわい、こいつを取って、まあそれをガー取れたんだけど、ガーや、ほい、よし、取ったぜ。これでピンクコインはあと2枚。いやー、これドアどう、あの一方通行が置いてあるあの場所で壁キックをしていけと、まあ、一応矢印が目印にはなっている。よしよしよし。おお、いけるいけるいける。しかしこのコースの針の多さがやばいな。ビジュアルがすごい。あーらららら。ちょっと一回、ピンコイン無視して普通にクリアしましょう。一旦普通にプレイして、まずコース自体に慣れよう。慣れて一旦完全に把握してから最後にピンクコイン全部回収するみたいな感じでいきたいですね。ほうほう、うわ。あれ取んの難しいかな。さて、ここで、あの1マスに着地して、おー。怖っ。よし。よーい、いけたぜ。よし。お、お、お。わーおー。取り、あー、よしよしよし、ゴールか。よっしゃー、いけたはいけた。とりあえず、一旦クリアはできましたが。まあ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 。ピンクコイン無視すれば、少しはやっぱり難易度落ちますね。まあ、とりあえず、じゃあ次は、全回収、行ってみましょう。最初、おーし。ピンクコインをきっちり回収しようとすると、難易度が上がってしまう。ま、うお。ここのピンクコインはね、どっちにしても取るって感じですけどね、この3枚目の。さあ。いや、いい、最後の。オッケーオッケーオッケー。よし、あとは普通に行くだけだな。よし。来たぜい。ここに入ることによって。お、お、お。プロペラマリオワープ。そしてヨッシーを救出し。完全なるクリア。あれあれあ、ちょっと通れない。おい、不具合、不具合。おー。なんか変な体勢でゴールした。
おーし、完璧。なんか一個置いてったよ。ワンピキの子一個置いてった。よし、完全クリア。これで、まあね、実況動画とか投稿しなかったら、まああえて撮る必要はないのですが、今回はこれにて完全クリアということです。はい、ということで今回は終わります。壁キック上級者用コース、良い壁キックコースでした。ありがとうございました。